はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。マサフミです。あ、ジョイクラじゃないか。そうなんですよ。秋のビッグベイトシーズンなんで、ガンクラフトのジョイテッドクロー178ローティングを使ってます。本当に釣れるの？いやー、わからないけどね。まあ、ロマンがありますよね。そうだね。結構ゆっくり巻いてるね。そうなんです。ゆっくり巻いた方がね、このジョイテッドクローのくねっくねっとした感じの、それが魚に効くと思いますんでね。じゃあ期待しちゃっていいのかな。はい、頑張ってみます。お、いきなりルアー回転じゃん。そうなんですよ。まあ全く無反応だったんで、ちょっとルアーちっちゃくしてみました。タックルハウス。そうなんですよ。タックルハウスの K2 というルアーです。お、いい仕様だ。タックルを説明して。はい。今回使用しているタックルは、ロッドは柴野さんのスコーピオン1787かな。そんなようなあの強いロッドです。リールはアンタレス BCFB の、XG モデルですね。ハイギアのモデルです。ビギハンドル。そしてラインは、PE の2号ですね。でリーダーがショックリーダーがナイロンの40ポンドを使ってます。でスナップはダイワさんの太軸っていうものですね。スナップを LL サイズですかねを使ってます。そうなんですよ。ただただビッグベイトはですね、ロマンがあるので釣れたら嬉しいなと思って、秋のゾロ白シーズンですんでね。入ってます。ちょうどですね、1メートル、水深1メートルぐらいの深さで鳴ってます。いい仕様だ。そう、ビニューンってね、音が聞こえてるからバックラッシュ全然しないんですよね。こちらのリールはビッグベイトモードっていうのがあって、ビッグメイト、ベイトを投げるときに、お、今なんかね、当たってきました。ああ、釣れてないのか。なかなかね、そう簡単にはね、釣らしてもらえませんけど、ロマンがあるので、ビッグベイトに向けます。重たいし、ルアーも重たいんで、疲れるんじゃない？そうなんですよ。結構ね、疲れるのでね、ショーね、1時間ぐらい投げ倒してると、腕とかがパンパンになりますね。
からもう短時間で勝負ですね。2はただ巻くだけなので、まあ、比較的楽なんですけど、トップウォーターのようにね、アクションを入れたりするようなルアーだと、やっぱりそれなりにね、疲れますね。ですけど、まあ、ロマンがあるので、ロマンか。いいですね。また当たった。だけどダメですね。それ乗りませんでした。次回に持ち越しかな。そうですね。今回はねこの辺りで失礼します。ご視聴ありがとうございました。また。動画の方をご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは失礼します。